もちろんです。山並さんが負けるとは思えませんが、不測の事態も考えられますし、例えば数人がかりで山並さんを取り囲んでとか、立ち会い人の斉谷さんだって心から信用はしていませんよ。近藤さんや土方さんなんかが出て行ったら余計に面倒なことになるでしょうしね。で、どうします？僕と一緒に行きます？山並さんの本気の件も一度くらいは見ておくべきです。山並さんは無用な争いを嫌う方ですから、あまり見る機会はないですが、一度その気になれば。じゃあそろそろ行きましょうか。正々堂々とやっとおせ。はじめ！つまれや！さあ、チョコマカト。くだらない。君が呪いだけさ。殺してやる！とても私を切れる腕ではない。実にふぬけた剣だ。君のような未熟者に切られた孤独はさぞかし苦しかったことだろう。さすがだな、山並さん。僕にはとても真似できないよ。相手の剣筋を読み切った上でのゆったりとした動き。てめえ、俺をもてあそぶ気か。もてあそんでなどいない。気をうかがっているだけさ。一振りで君を切り裂くためのね。ふざけたことを。それが私が君に与えうる精一杯の慈悲だ。ほんとすごいな、山並さん。この件はわしが手を回しちょっき、おまんらはもう帰っちょれ。何も心配はいらんぜよ。父さんの門に説明しよるときにおまんらがいたら邪魔やか。じゃあ行きましょうか。ほら、山並さんも。そうしよう。伊藤君、今構わないかな。ああ、山並さん、心配していましたよ。入ってください。あ、俺、席を外しましょうか。いや、構わない。君にも聞いてもらいたい。はい。伊藤君も決闘の件はすでに聞き及んでいると思うが。ええ、今ここにいらっしゃるということは決闘は無事に済んだようですね。ああ、しかし私は子供たちにむやみな武勇をいさめていた身であるのに。子供たちのために悩んでおられるとはあなたらしいですね。私は子供たちに武勇の何たるかを解きながら
相手を殺してしまった。それは筋が通らない。私は刀を持つ身だ。こんなことになるのも覚悟はしていた。しかし私の生き様を子供たちがうまく理解してくれるか、それだけが心配でならないんだ。山並さん、もしかしてあなたは。私は今こそ子供たちに私が教えてきたことがどういうことか身をもって伝えなければならない。そして何より私は自分が信ずるものを貫きたいのだ。でなければ私は生涯自分自身を恥じて生きることになるだろう。伊藤君に頼みたいことがあるんだ。私はもうこれからの日本を変える力にはなれないが、君ならできる。閉鎖せず停滞せず世界中に誇れる日本を築き上げてほしい。山並さん。わかりました。それがどのような茨の道であっても私は諦めないでしょう。ですが志半ばで散った時にはあの世で叱咤してください。感謝する。土佐藩の藩主を死なせちゃったからって山並さんが自分から申してたんだ。心情としてはね、多分決闘を決意した時から山並さんは覚悟を決めてたんだと思うよ。昨夜伊藤先生のところで話してる時、山並さんが来てさ、それっぽいことを話してたから。トシ、俺とても聞いちゃいられねえよ。近藤さん、泣くなら見えねえとこで泣いてくれよ。でもさ、トシ、あの子たちの声を聞いてるとよ。先生、先生がいなくなっちゃうなんて嫌だよ。先生、先生ってば。これからもずっと俺たちにいろんなこと教えてくれるんじゃなかったの？子供たちは全員揃っているようだね。今から最後の授業を行うが、その前に伝えておきたいことがある。私は母禄を切り捨てた男に決闘を申し込み、そして切り捨てた。決闘とはすなわち剣に頼むことでもある。だから私は自らの責任を果たすために今日ここで自刃する。そんなの嫌だ。いらないでよ先生。私の最後の授業なんだ。頼むから最後まで黙って聞いていてくれ。分かった。では今から最後の授業を始めよう。今日はとても大事なことを君たちに教えたいと思う。この激動の時代、上位、砂漠、尊王、いろいろな考え方があふれている。多くの者たちが自分の信じるものを守るため、そして自分たちが求めるものを得るために剣を手にして争い続けている。しかし
何かを守るために、または何かを得るために、剣に頼む武力は本当に必要なものなのだろうか。今すぐ答えを出せるものなどいないだろう。しかし常にこの疑問を胸に、この激動の時代を生き抜くんだ。私は君たちに日本の未来を託す。最後に、君たちのような教え子を持てたことは至上の喜びだ。みんな、あとは頼んだよ。先生、これで私の授業は終了だ。さようなら、みんな。先生！先生！立派だぜ、山並さん。正直なとこ、俺は山並さんを死なせたくねえ。無理を言わないでくれ。今さらどうにもできやしねえ。どうにも。笑って見送ってやるしかない。ちくしょう。いいから早く鼻を拭く。鼻を拭いたら背筋を伸ばして。あんただってケイちゃんの志はちゃんと分かってるんでしょ。だったら泣かない。私たち美女がすべきことは顔を晴らして泣くことじゃないわ。私たちが幸せになってく姿を見せることでしょ。少しだけなら泣いてもいいわよ。ほら、こうやって私が抱きしめててあげるから。第7章、良順来訪。ここが西本願寺の北集営所、我々の新しい屯所ですか。西本願寺の方々や亡くなった山並さんもここへの移動は反対されていましたが、大使の数を考えれば仕方のないことなのですかね。特に何も思わない。やることが変わるわけでもないしな。境内で朝練を。寺に迷惑がかかるだけだ。土方さんやはじめさんが新しい大使を募りにわざわざ江戸まで下ったみたいだけど、あれってやっぱり男は東国に限るっていう近藤さんのこだわりからなんだろうね。でも伊藤先生まで連れてかれちゃ相談相手がいなくなって困るよ。
方さん、どうせなら俺も連れてってくれりゃいいのにな。そんなのねえけどよ、とりあえず気晴らしにはなると思ってな。昨日の祇園での火事では、おんしら新選組の面々が活躍しちょったと聞いたぜよ。舞妓や太夫の手を取って誘導したんやお。はぁ、大した役得地や。おはよう。昨日は祇園で火事があったんですって？ええ、そうよ。私は私で頑張ってたのよ。元号が源氏より慶応に改元されましたぞ。学のない者でも元号ぐらいはちゃんと覚えておくよ。おっと、そろそろ副長殿がお帰りになられる時間である。急いでねぎらいの準備をしておかねば。ああ、ありがとう。でもその甲斐あってなかなかの人材が揃ったと思います。ええ、いますよ。明日にでも道場で新入大使の腕を見てみるといいでしょう。今日は江戸から松本良順先生に新選組へおいでいただけることになった。松本先生直々に大使全員の健康診断をしてくださるそうだ。みんな松本先生の言うことに従って静かに検診を受けるようにな。無礼なことでもしやがったらこの俺が許さねえぜ。松本先生に診察してもらえるなんて光栄なことなんだぜ。みんな気合い入れていけよ。バカバカしい。乙女が肌を見せるのに気合なんか入れるはずないじゃない。だって私の玉の肌を誰かに見られるなんて乙女として我慢できないわ。そういう問題じゃないのよ。
可愛いこと考えるわね。だからその辺は気持ちの問題なんだってば。美しい私の裸を他人に見せるのがもったいないだけよ。でもさ、なんでいきなり松本良順なんて大物さんが新選組なんかを訪ねてくるの？何かよ。近藤さんと先生の出会い？全く興味ないな。クワちゃんに聞いても返ってくる答えはあんなものよ。そうね。でも初対面の人には違いないし、念入りにお化粧しとかなきゃね。じゃあまた後でね。松本先生、いやー待ちわびてましたよ。再会できて光栄です。おお、近藤君、久しぶりだな。俺の方こそあんたとまた会えて嬉しい限りだぜ。こいつらがあんたんところの大使たちかい？おお、お前たち、今日は俺が腕によりをかけて診察してやるぜ。じゃあ近藤君、まずは豚書の中でも案内してくんな。ええ、喜んで。お、ここには若い姉ちゃんもいやがったのか。やっぱ女がいると場が華やかになるね。ああ、私だっているわよ。お、ずいぶん綺麗な兄ちゃんじゃねえか。錦絵のごとしだな。やった、私って男に見えちゃう？それくれ骨格でわからなきゃ医者じゃねえよ。やるわね。ここが剣の稽古をつける道場です。ここは大使たちの控えの間、まあ娯楽室ですね。ここは飯を作る調理場で、そしてここが大使たちの寝所です。どうかしました？増えさすぎるわ。
これでは病人や怪我人の治りも遅かろうて。あ、はあ、そう言われれば確かに。それもこれも豚所の中を不衛生にしまってるからだぜ。え、男女体はこれだからね。やだわ。山崎君、ちょっと君、向こうへ行っててくれるかな。はいはい、わかったわよ。衛生管理ってな、ほんとバカにならねえもんだぜ。厨房や病人の部屋は衛生的であることが第一だ。面倒だとつい大雑把にことを進めちまうが、ここを押さえとくだけでも状況はだいぶ改善できる。俺がいろいろと細かいとこを指導してやっからよ。大使たちにもちゃんと守らせてくれ。わかりました。そうだ、そろそろ大使全員の診察を始めようか。じゃあみんな集めましょうか。君、みんなを集合させてくれないかな。全員に着物を脱いで下帯だけになれと言っておいてくれ。お前は後で見てやっから、別に今から脱いどく必要はないぜ。